こんにちは、シュルルです。今回はセレクション10の相場情報をお届けいたします。10のテーマにフォーカスしたパックで、ちょっとだけ3アバロンが多めになってます。それでは、早速参りましょう。第10位、聖黒天竜エネアード、シークレットレア、500円。第9位、ホーリーナイツベルファイア、シークレットレア、500円。第8位、アラドバルのネクロス、シークレットレア、500円。第7位、ドラクレアヴァンパイア、シークレットレア、500円。第6位、ギャラクシーアイズサイファーエクスドラゴン、ウルトラレア、500円。ここで、ウルトラレアが初登場です。ギャラクシーアイズのドラゴンは、かっこいいカードばかりですよね。第5位、サンバインスラッシャー、シークレットレア、500円。第4位、ネフシャドールゲニウス、シークレットレア、600円。500円の壁をようやく突破です。さあ、トップ3に参りましょう。第3位、聖夜にきらめく竜、シークレットレア、700円。第2位、フェアリーテイルラチカ、シークレットレア、900円。第1位、トップレア、ギャラクシーアイズサイファーエクスドラゴン、シークレットレア、1600円。それでは、一覧に移ります。4桁到達が1枚だけと、かなり物足りなさを感じる結果になりましたね。入手しやすさという点では、文句なしですが、本日は以上となります。最後までご覧いただきまして、誠にありがとうございました。それでは、失礼いたします。